現在、栃木県で暮らすさえ子さんは、今日はイギリスから帰ってきた息子たちのお迎えに東京へ一瞬お出かけしました。今日は、日付変わっちゃった、長男の16歳のお誕生日。この日に日本に帰ってきてくれて、みんなでお祝いすることができて幸せな一日でしたとコメント。 相変わらず、ゲゲゲのキタロウが大好きな長男くんですとつづり、水木しげるさんの漫画が原作のアニメ、ゲゲゲのキタロウのケーキを前にした長男の写真をアップした。長男は、鼻から下を手で隠してはいるものの、キリッとした眉毛やスッキリとした目元がわかる写真で、ファンからは、イケメンさん、大人っぽすぎます。かっこよすぎる、目元がさえ子さんにそっくり、雰囲気あるなぁ、16歳でこの色気。 キャーなど、驚きの声が上がっていた。